一枚が少しだけします。ショールーム、待ってね、よいしょ、よいしょ、来た、来ました、来た、今ね、ライトつけて、そう、冷えかもしれてびっくりしたっていう話。みなさい、ゲリラで、 ID さん、かわいい、ありがとうございます。特に何もないんだけど配信をしてます。いや、ホギやばい、ちょっと待って、ホギやばい、王さん、かわいい、ありがとうございます。何もないそう、髪もボサボサだし、櫛もないから、前髪溶けないし、ナイキです。そう、ナイキ、だからメンヘラフ、怖くなっちゃった。たかゆきさん、ハートありがとうございます。かめさん、お花ありがとうございます。かゆきさん、ハートヤックありがとうございます。藤田さんもハートヤックありがとうございます。なんかさ、前までさ、前までめっちゃさ、あれ前髪伸びるの早かったんだけど、なんか急に遅くなって全然伸びなくなりました。どうしましょう、マジで伸びなくなっちゃったの。さては寝起きそう、寝起きなのバレた、ちょっと声低いよね。でも寝起きっていうか、でも30分前ぐらいに起きてたから寝起きではない。笑いましたか。テンションも低い。目がちょっとトロンとしてる。今日は静か。お土産が伸びてる。ここは？ここレミないよ。触覚に。え、何？廊下？なんで廊下？あ、そういうこと？あの前前髪の話。やいべやさん、誰もありがとうございます。ゆみたんのこと今日友達に紹介したらめちゃめちゃ可愛いと言ってくれた。イエーイ、イエーイ、マジで嬉しい、ありがとうございます。紹介してくれたことが嬉しいでございます。ありがとうございます。最近めっちゃ白くなったね。そう、なんか、そう言われたんですよ。なんかたまたまね、普通に廊下を通ってたの、そしたら白って言われて、誰かに、わかんないけど、本当に誰かわかんないけど、誰かさんに白って言われて、おびっくりしたと思って、あ、リミのことと思って、あ、ありがとうございますみたいな、嬉しい。ドンさん、ハートありがとうございます。宮崎さんも可愛い、ありがとうございます。
ひゆかちゃんもね配信してる。あやさきさん、アイスクリームありがとうございます。その白ってるところびっくりしたよね。あ、イリシさん、とうとうありがとうございます。ドンさん、ハート役ありがとうございます。だけどどんどんと夏に近づいていってるから、でも今年はさ、もう部活引退するから焼けないことを祈る。勉強勉強、なんか夏休みが勝負らしいので、私は夏休みは勉強を考え頑張らなくてはならないから勉強をするって感じなんだけども、夏ね。ケネチさん、ハート役ありがとうございます。桜の花びらもありがとうございます。チェッサータクマさん、桜の花びらありがとうございます。コノブさん、ハートありがとうございます。そう、受験生なんですよ。いやー、やだな。やだ、受験生やだ。どうしよう、受験生なんて考えられないって感じ。そう、だってさ、この前中学校入学したよ。私はもうそこまで、もう中3になったのかって感じなんだけどね。さっきからさ、串を探してるんだけど、ないんだけど、なんだろう。エミタスはトレーナーは大きめが好き。そうだね、トレーナーは大きめが好き。なんかピシって着るよりダボって着た方が好きかな、トレーナーだったら。うん、なんかだ、なんか、なんだろう、セーターとか、セーターっていうか、なんか普通のおしゃれ着とかはピタってでも可愛いかもしれないけど、なんだっけ、こういうトレーナーとかはリミはダボット系が好き。ダボって着て大きめに着る、パーカーとかも。ソラノン来た？そうだから、あ、ソラノン、ソラノン、やっほー、久しぶりではないけど、久しぶりか。元気してる？マグロさん、ハート役ありがとうございます。佐藤ちゃん、お花ありがとうございます。ハートもありがとうございます。コノポさん、ハートありがとうございます。え、前髪切ってないんだけど、そう、みんなに切ったって言われるんだけど、切ってないよ、レミ前髪。みんなは聞いてる？私、前髪切ってません。ナリピーさん、綺麗だよ、ありがとうございます。そう、なんかさ、学校の友達にも先生にも言われたんだよね。前髪切った？いや、切ってません、切ってない。なんでだろうね、浮いてんのかな。いや、なんだろう。いや、でもめっちゃ切った切ったってる。さとちゃん、ハートありがとうございます。さたくまさん、お花ありがとうございます。なんでだろうね、切ってないよ。みんな抜けてたりして、それはない、そんなことは考えない。見える？伸びない、伸びないから多分そう見えるんじゃない？伸びてないんですよ、実は前髪。聞いてないよ。あ、おでこが広くなっただけ。確かに。そんなことあるわけねえだろう。あ、きれいだな。マジでさ、おでこ、でももともとおでこは広いから、うーん、ノリツッコミを一人でしてみた。どう？怖いって言われてしまった。そんなこと
ハゲてない。でもか後ろの髪は伸びたって言われるよ。よくめっちゃ伸びたねって言われるから、伸びましたって感じなんだけど、もう前髪は切ってません。さとちゃんハートありがとうございます。なんか今日クラスでオーナーをしたんだけど、 あのオーナーはみんなで8の字じゃなくて、もうバンバン飛ぶやつ、バンバンっていうかみんなが2列になって一斉にせーのはいはいみたいな飛ぶやつやったんだけど、そう、わかりますか。高木さんだるまありがとうございます。回す係はさすがにやらないんだけどそれはやったんだけど、なんか初めて新しいクラスで協力系ダンス系付けをやったのに関して31人みんなでやったんだけど、なのに結構6回ぐらい飛べたんですよ、初っ端から。すごくない？普通に。そう、一斉にみんなで飛ぶやつ、そう、すごくない？どう思います？レミはそういうの得意だから引っかからないんだけど、そう、え、少ないと思うでしょ？だけどね、これもう一クラスと一緒にやったんだけど0回だからね、同じ時間で。だけどレミたちのクラス6回も飛んだんですよ。すごくない？初めての割にしては。そう、まだみんな仲良くないのに。そう、ほのぽさんハートありがとうございます。いや、我ながらすごいなと思った。セイサタクマさんお花ありがとうございます。え、ソラノンにも前髪切ったように見れるって言われると、そう、でも増やしました前髪。久々にショールームだからか、レイタンちょっと声大人っぽくなった。寝起き、ちょっと寝起きではないんだけど、ちょっと寝起き的な感じだから声が低く感じるんだと思いますね。何か雰囲気変わった。前髪を増やしました。切ってません。そう、ケンチさん桜の花びらありがとうございます。馴染めそうです、割と。なんかね、うん、馴染めそう。そう、なんかみんな楽しい系、みんなの楽しい系なのだから、多分体育祭とか文化祭とかは絶対盛り上がりそうな感じする。そうだから馴染めそう。ありがとうございます。今日はご機嫌斜め。そんなことないよ。え、いつもと変わんないんだけど。ご機嫌斜めに、いいか、陽気多いってさ。多そう。なんかね、ひゆかの学校のお話を聞いてると、ひゆかの学校みんな陽キャ感半端ないそう、さとちゃんハート1000個ありがとうございます。仲いい子とは別れちゃった。なんか仲いい子いるんだけど、一人みんな離れちゃったからさ、悲しいよね。そう、ひゆかの学校は本当にみんな陽キャって感じする。ひゆかもめちゃめちゃ陽キャだし、だから、ひゆか自体ね、めっちゃ陽キャ。
しそうな感じするよ、話してを聞いてると。なあポニテが学校ではずっとポニテかな。部活がない日は下ろしていったりもするけど、ポニテの割合が多いです。アツシタンハートありがとうございます。ヒエカも親友と離れたって、あらそうなのか、私も離れちゃったけど、でも会ってる普通に、あの昼休憩とかは遊んでます。だけどね、新しいクラスで人狼したんですよ。楽しかった。なんか、うん、あんまりね、喋らない子もいたんだけど、割となんかみんなと仲良くなれそうって感じです。クラスで何担当になりそう、なんだろう、何担当ってどういう系ですか。なんか面白い系とか静か系とか、なんだろう、でもなんかなんだろうな、今日はめっちゃ面白かった。なんかね、あの仲いい子が、ね、いるの、 3、4人ぐらい。その子と話してて、なんか日付のねマグネットがあの貼ってあったんですよ。で今日15日だっけ、あ14日か、14日の日付のマグネットの斜めになってたのね。斜めが気になるって友達が言って、語彙力ないから分かんないかもしれないけど、それをね、じゃあ直してきなよみたいな感じでノリで、なんか、うん、なんか気になるみたいな、直してみたいな感じで行ったんですよ、みんなでね。そしたらちょっとね高いところにあったんだけど、そのマグネット貼ってあるところが。そしたらめっちゃ可愛くて、あのその子ちょっと身長が低くてずっとこんなことしてたの。めっちゃ可愛いし、あのなんかさ一生懸命しててさ、マジで面白くて、そうずっと笑ってお腹痛かったって話です。面白くないですね、ごめんなさい。でも多分あれを見てたらマジで笑う、あれは本当に面白かった。おーちゃんさんハート役ありがとうございます。そんな感じですね、すみません、面白くなくて。可愛いよね、じゃ頑張って帰ってたのが可愛かった、可愛かったよ。リミ絶対天然じゃないよマジで。いや本当になんかたまにさ天然、なんか友達にもさびっくりしたのがさ、お前エミ天然だよねと、と思って、いや天然要素どこにもないみたいな感じ。そうびっくりしたよね本当に、天然じゃありません。そう今日はゲラ発動してしまった。待って、待って、天然ではないよね絶対。そう天然要素あります？絶対ない、ない、ない。LINEでスタンプとか結構使うタイプ。いやでも最近は、うん、でも仲いい子とかには使わないけど、うん、なんだろうな、先輩とかと LINE するときは使う、よく。すべて計算よ、計算じゃない、計算じゃない、計算なんてすいません。天然ではない。
待って待って、何話してたっけ、何を話してたっけ。オミに比べたらすごくちゃんとしてるでしょ。オミね、オミ LINE 返してくれない。オミちゃん、オミちゃん LINE 返してくれないよ。よしよしさん、ハートありがとうございます。じゃあ10分10分な10分もう10分だ。じゃあ12分になったらランキングを見たいと思います。755のコメントは絵文字ありとなしどっちがいいですか。でもなしは嫌ってことではないけど、なんて言うんだろう、レミ曰くなんかコメントだけにもかかわらずすごいめっちゃ思うのはね、このさ「はい」ただの「はい」と「はい」びっくりマークってさ全然違う意味に捉えてしまうから、意味は一緒なんだけどなんかびっくりマークとかないと機嫌悪いのかなって思ってしまう。そう、感情が分かりにくい。だからでもなんか何もなしよりかはびっくりマークとか絵文字つけた方があってなる。そう、なんか「はい」はてなは「はい」この人何言ってるのみたいな感じに捉えてしまう。なんかなんて言うんだろうな、はい？はいってあんま使わないからわかんない。そうだ、なんかさすごい違うくない？うん、でもうんうんみたいな感じじゃない？なんかすごいね、レミだよ、レミ的にはだよ。そう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 、なんかこっちはあの機嫌悪いのかなって思っちゃう。そうだからレミは絶対にびっくりマークをつけるようにしてる。そこはめちゃめちゃ気をつけてる。あ、じうーん、そうだね。そうだからそうかな。だからレミ的には絵文字とかびっくりマークでもさ、絵文字ってさ絵文字のさ顔のあれにもよるけどね。うん、そうだね。そう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 、冷たい感じある。え、わかります？レミが言いたいこと。だからレミ的にはびっくりマーク、自分でも気をつけてる。びっくりマークはつけるようにしてるかな。そう、あと伸ばし棒とかでもあのね、あもう12分だよ ね、 なんか伸ばし棒とかでもなんだろうな、ありがとうありがとうと、こんな長くないと、なんかこっちなんかさこっちあるじゃん、このさこのダラーってなってる伸ばし棒あるじゃん。なんか伸ばし棒でもこっちよりこっちの方が耳はそうしてる。ありがとう、そっけない感じするくない？そう、なんかこっちの方が感情こもってるんだなって思う。いや意味的にはだからあの全然ね、人によって捉え方は違うから、そうニョロニョロをの方がなんかあ穏やかみたいな感じ。そうそう、柔らかい柔らかい感じするの。
そうマジでレミの感性だけど、いやそういうのめちゃめちゃね、うん、見ちゃうっていうかね。だから本当になんか人によって捉え方は違うから、なんかなんていうんだろう、そういうのは気をつけたりもしてますね。めちゃめちゃニュラニュラ、わかります。そうあくまでもレミの感想、あくまでもだよ。そう全然ただうんびっくりマークつけない方が嬉しいっていう人もいるし、わかります。そうだから人によって捉え方は違うんで、そうレミのあのレミの感想、感想っていうか、そうかな。ではランキングを読みたいと思います。13位ヌッシーさんありがとうございます。12位王さんありがとうございます。11位ともアットマークレミユミさんありがとうございます。10位ジョークスノーさんありがとうございます。9位よしよしアットマークレミユミキラーさんありがとうございます。8位たかゆきさんありがとうございます。7位ケネッチさんありがとうございます。6位おーちゃんさんありがとうございます。5位ノリピアットマークカモナンバンタミニカモーンさんありがとうございます。そういうことか、なるほどね。4位藤田アットマーク配信お疲れみたそう、今日も癒されみたそうさんありがとうございます。3位さとちゃんアットマークあやみちゃんにみたれみかもよしのやんこさんありがとうございます。2位馬のしっぽさんありがとうございます。1位紫アットマークエミグミタワーシブ部長さんありがとうございます。では泣きレミ、マジで声低くない？今日40位 B さんありがとうございます。65位松崎さんありがとうございます。ラスト67位、あ動いてなかった全然ごめんなさい。猫さんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。確かに低いよね、めっちゃ低いんだけど。えなんかさ確かに切ったように見えるわ、切ってないですではスクショ、どうしよう今日は漏れない。キュンです。ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございます。あまた明日、明日じゃない明日じゃない、またお会いしましょう。バイバーイ、またね、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみー、またね。